どうですか。なんかシナモンロールっぽいね。あ、シナモロールっぽい。ポチャコっぽいかも。だからちょっと可愛い系の洋服着てみた。似合う？人生初は多分その記憶がある限り初。小さい頃あるかもしれんけど、あんまりその写真も見たことないので、ほぼ初かも。シナモロールありがとうございます。髪長いよね、こう見たら。だって映りきらんもん。なんか長すぎてちょっとやだね。隠しとく？なんかやだ。イベントも残り2日となってしまいました。早いことに。どうする？はじめまして、はじめまして、こんにちは。今日は幕張メッセのリハだったんですよ。だからもが見て書いとる。イエーイ。幕張メッセ来てくださる方いますか？見てくれてる方の中で。今日の返信楽しみだな。楽しみにしててください。いぶきさんから受け継ぎましたので。お、幕張当たったよ。おお、ありがとうございます。楽しみ。いや本当に、七日って読むんですか？七日って読みます。本当に素敵なコンサートとなっておりますので、本当に楽しい、楽しいライブになると思います。昼夜行きます。おーすごい。おー最前列楽しみ。本当になんかリハやってたんですけど、今日もうウキウキすぎて早く会場で当日迎えたいなと思って。うん、昼夜行く推しの子と連番する。おー楽しみ。そう、1日しかないから、昼夜だけど1日しかないから、ちょっと日程合わない方はあれなんですけど、本当に楽しいライブになっているので、ぜひ皆さん遊びに来てみてください。直接会いましょう。お、昼公演カメラ席だよ。いっぱいピースしよう。栗のケーキありがとうございます。本当に楽しみ。本当に今すぐ瀬戸利を言いたいぐらい楽しみ。みんなに早く見てほしいぐらい楽しみなの。シナモンロールタワーどこ？また見逃して。どれどれ、ありがとうございます。シナモンハートありがとうございます。タコタコタコありがとうございます。全員出演ですよ。83曲目だけ教えて。秘密かわいい、ありがとうございます。いっちゃいな、いっちゃいな。ダメです、私は出れなくなっちゃうかもしれませんそれでもいいんだったらちょっと考えようかな。あ、シナモン、これなんかポチャコとかさ、シナモンっぽいよね。それは嫌だ。じゃあお楽しみにしてください、当日まで。瀬戸利バラしたのでお留守番だなんて嫌です。1ヶ月以上楽しみにしてたのに。寝たら忘れるタイプなので瀬戸利教えてください。
ダメです。この配信は一生残ると思うのでダメダメ、言いたくなる。本当に楽しみで、ななかちゃんに会うために福岡公園行きたいからバイト頑張ってます。嬉しい、ありがとうございます。いつか劇場で会える日が来ることを狙ってます。願ってます。ねえ、今日ちゃんとラムネ飲んだ。あ、ありがとうございます。早飲み何秒でしたか。うららちゃんも出る、全員出ますよ、メンバー。え、髪型似合ってるよ。本当ですか。瀬戸り行ってしまったら壁しもなくなるかもしれない。やだやだやだ、そんな伝説作りたくないよ。お、後から瀬戸り予想返信で送ります。お、見よう。心の中で合ってるかって何か言いますね。お、くろみちゃん、ありがとうございます。ラムネ10秒、嘘やん、10秒早い。私は昨日45秒です。頑張ってください、ありがとうございます。ケロッピありがとう。そういえば、そういえばツインテールあったわ。ハーレークイーンのハロウィンで仮装した時に、こんな高くはなかったけど、ここら辺でやった、ここら辺で。そういえば今思い出した。今月です、幕張は。もうすぐ、やばい。明日の最終日、気合い入れるためにガガ食べてる。え、いいな、私もガガ食べたい、ラーメン食べたい。ハーレークイーン大好きな写真ください。お、じゃあメールで載っけますね。多分ある、ハーレークイーン多分あると思う。でも結構前だからあるかなって感じだけど、多分あると。そう、明日が多分、まあ、朝はできるとして、朝して夕方できるかなって感じで、7時過ぎもうできるかなって感じなんです。やばいよね。でもお仕事だから嬉しいことなんですけど、ちょっと配信の時間がまだこの時間にできますっていう予告ができないから、ちょっと不安ですよ。だからそう、朝はするけど、夕方とその夜が何時かがちょっと定かじゃないので、ちょっと怖いところではあります。うん、似合う、ありがとうございます。お、手紙ありがとうございます。ポチャコポチャコ、代わりに仕事してこようか。いや、代わりに配信してください明日ラスト勝負が、ラスト配信が勝負なので、7時半8時はなんとか確保してほしいです。最後15分だけど。そう、本当にそのつもりです。私も絶対に7時からはしたいなって思ってるけど、わかんないんです、終わり時間が。なので、でも本当したい、いや、する、絶対に、絶対にします。10分でも15分でも20分でも30分でもやる。最後の時間はやりたい気持ちはあるんです。まだわかんない。でも多分するってなったらツイッターで何時からしますって載せると思うので、皆さん通知をオンにでもしててください。ん、ケロッピーありがとうございます。ケロ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 、いやー、めーがありがとうございます。みんな、あ、連続できて嬉しい。ケロ、明日で最後って早くない？1週間あって、あーあー、ありがとう、ポチャコポチャコ、ありがとうございます。ポチャコの髪の高さ、ポチャコの真似
ありがとうございます皆さん。ペンライト、いい紫、ありがとうございます。寂しいね、1週間終わるの早かった。あっという間やったね。うん、いっぱいギフトありがとうございます、嬉しい。ポムポムプリン、ケロッピー、クロミちゃん、皆さんハウステンボスの見てくれましたか？最高階プロジェクトの YouTube が公開されたんですよ。この前ハウステンボスで撮影に行った時に仮装してハウステンボスの街を歩き回ったんです。めっちゃ楽しかった。本当にプライベートでも行きたいぐらい楽しくて、かぼちゃがもう 何千個ってあったんですよ。でも1億ぐらい本当にありそうなぐらいめっちゃかぼちゃがいて、もう本当ハロウィン満喫できるのでぜひ行ってみてください。すごい長いコップで飲んで、そう本当に顔以上あった、もうこれよりでかい、縦で、でも結構身長の半分ぐらいあったかも本当にすごいよね。うん、いいね、ありがとうございます。ハートありがとうございます。チャイナ可愛かった、よかった、ありがとうございます。パンダを頭に乗せてました。いや本当にでかかったよ、めっちゃマジでこんぐらいかも、上半身ぐらい。うん、レインボースターありがとうございます。そう本当に楽しかったよ、みんな行ってみてほしい。お化けのカレーめっちゃ可愛い、めっちゃ美味しかった、甘くて結構ちっちゃい子でも食べれるぐらいの甘さやったよ。初見って出るの恥ずかしい、ありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ。今日はツインテール配信です。ケロッピーありがとうございます。そう今日ね、いぶきさんに借りたので変身道具を、なので今日の夜23時からちょっと遅い時間にはなるけど見に来てください。うん、ペンライトありがとうございます。何出てくるでしょう。お、手紙かわいい、ありがとうございます。23時からお楽しみに。何になるかは分かりません。でこの次がざわちゃんが考えてくれたスイーツ食べ比べ配信。ななかちゃん身長160センチありますか？166センチです。お話し会でも、もうめっちゃ言われたけど、なんか意外と身長低いんだねって言われた、なんか高そうに見えるって言われた。あ、また結婚してギフトありがとうございます。そろそろ考えますね本気で夜勤なので仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って夜勤。すごいこの時間からお仕事なんて。お、結婚してギフト、まあ、ちょっとそろそろイベント終わるのでそろそろ考えますね。166人、いやでもそれぐらい欲しいけどなかなか伸びないですね。もうさすがに伸びん、悲しいよね。うん、レインボースターありがとうございます。あ、お兄ちゃんに投げました、気まずいやつ言っときますわ。お、アイスありがとうございます。え、私なんて言った、嘘ついた、え、166って言った、もしかして156です。あれ
あ、間違えた、すいません、嘘ついとった。あ、嘘ついてた、ごめんごめんごめん、しれっと嘘ついたんだけど。お、ミラーボール、ありがとうございます。これがココハちゃんのついてる、そう、ココハがリクエストしてくれたツインテール配信です。166って言ったかも、テヘペロコメントを読みながら喋ってると変なこと言ってしまいますね。失礼いたしました。おハートいっぱいありがとうございます。キューボ、ココハとココッペの見分け方、え、めっちゃ、あ、似てるんかな、初めて見る方は。名前も似てるしね、でも身長も違うし、あ、でも、うん、似てるんかな。ケロッピーありがとうございます。ポムポムプリンもめちゃかわいい、ありがとうございます。もうし、いくのちゃんに身長抜かされた、抜かされた、抜かされちゃいました。お、いいね、ありがとうございます。いや、本当に急成長して、いくのちゃん本当にやばいよね。あ、小判ありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、最初は私よりちっちゃかったんですよ、けどもう抜かされましたね、見事に。成長期には勝てません。ん、ハート、いくのちゃん、そう、小学生で今成長期なんですよ多分、だからもう追い抜かされ、会うたんびに追い抜かされちゃってて、わーって。ケロッピー、ポムポムプリン、ありがとうございます。本名は覚えたけどニックネームが混乱する、ココマルちゃん、あ、ココッペとココとココハかな多分。カウント完了、あと少し頑張る、ありがとうございます、頑張ります。でも私もなんかどっちもココハって呼んじゃったりする。ココッペはココッペって言うけど、どっちもココハって呼んじゃいますね。じゃ、若い子の成長は早いよね。まあ、ななかちゃんも若い、私も一応まだまだちょっとだけ若い。でもね、ニコニコユイナタイなんですね。ユイナのじゃあ可愛いエピソード今日一つあったので、マジ可愛すぎて、まあ思い出したら可愛い、聞きたいですか？ニヤニヤ。何位までTGC に行けるの？3位です。3位に上がるといけます。こんばんは、こんばんは。そりゃ聞きたい、もちろん聞きたいよね。なんか今日待ち時間があって、ゆいなが隣にいて、こう、これ私がゆいなだとしたら、ここに私がいて、なんかこうやってやってきた、こうやって、可愛くない？もうそんなの反則ですよ。しかも今日しぶいちゃんかなか誰かに、あの、抱っこされとった。可愛すぎてやばい、なんかもう持ち上げられとった。しぶいちゃんったかな、多分。やっぱり可愛くない、マジでやばいよね、可愛すぎて。もうそれで疲れが吹っ飛びました、本当に。お持ち帰りしちゃダメだからね、本当家に連れてきたかった、もうそのままこうやって尊い、ありがとうございます、本当に尊いよね、マジ可愛かったんです。変わってほしいよね、変わってあげたい、この可愛さを間近で体験してみてほしい。だるま、ありがとうございます。いぶきパイセンと仲良しなんだね。いぶきさん、そう、ハウステンボス、あの、今日 YouTube 上がってるんですけど、ハウステンボスで仲良くなったつもりで、私は
で結構話してくれたりするから、そう、そこからいっぱい話すよね。公演もリセット公演で一緒だったし、そこから話すようになって、あの借りれたんです、変身道具。お、だるまありがとうございます。焼き芋ありがとうございます。食べたい。本当にね、いぶきさんかわいい。ツイッターの写真見ました？私が載せたあのいぶきさんがうさぎに乗ってる、うさぎに乗っててうさぎかぶってるやつ、めっちゃかわいすぎてやばかった。あ、レインボースターありがとうございます。リチャキと同い年、リチャキと同い年でしたっけ。17歳じゃなかったかな。足つかんでたやつ、そう。ハートありがとうございます。だるまもありがとうございます。ペンライトありがとうございます。いぶきさんはちゃんと先輩する、めっちゃ先輩してくれてます。いろいろ教えてくれるし。あ、そっか、そういえばリチャキ高2か、高2だったっけ、高 3？ 高2か、あ、高2だ。で、さあちゃんたちが高3や。混ざります、混ざります。似合う、ありがとうございます。ポムポムプリンありがとうございます。結婚してありがとうございます。どっちかな。ほんといぶきさん可愛かった。今日わざわざ持ってきてくれたんですよ、リハに。優しい。ロッキーみんな赤ちゃん、赤ちゃん、私は赤ちゃんじゃないけど。残り2日だけど、いぶきさんとコラボしたらたくさん、確かにコラボ配信。うん、確かに小さい子多いから高3でも大人に見える。確かに大人に見えるね。初の西鉄ホールはどうだった？初めて行って、ここで劇場公演をやってたんだなって思うと、なんか不思議な気持ちがしました。私たちは今の新しい劇場しか知らないけど、前はここでやってたんだと思って。あ、そうだ、25分までだ。お、危ない危ない。ありがとうございます。上段に上がってくれた方の名前を読みます。13位ケンセイさん、12位クロスオーバーさん、11位コミさん、10位銀一のケンさん、9位ミユさん、8位ケイスケさん、7位ケンおじさん、6位ルンルンさん、5位マホさん、あ、間違えた、ホマーさん、4位カネコさん、3位ジュンさん、2位昔は美少年さん、1位タケタケさん。ありがとうございました。危ない、時間過ぎちゃうとこだった。え、冗談って言った、もしかして。ねえ、誕生って言ったよね。ここからホマさん、すいません、ホマさんだった。でも考えて言ったのに、もうわからん、もうわからん。誕生ありがとうございました。次はスイーツ食べるので、皆さん一緒にスイーツ食べましょうね。ありがとうございました。スクショタイムする。下もろー、バチャコー、ありがとうございました。じゃあねー、また8時に会いましょう。あ、8時じゃない、9時5分に会いましょう。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。